翔平TVゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメマンコラボスミレグラブ、翔平TV T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグラブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。翔平TV T シャツにバッティンググローブをプレゼント中、皆さんコメントお待ちしております。はい、どうも、翔平です。高井洋です。はい、お願いします。はい、本日はこの後翔平があって、スエドリムスさん、ボナンのマサさん、チームと対決なんですけども、その前ちょっと室内で、練習してまして、で今ね、ちょっと前に順番がどうなってるのか分かんないですけど、破壊王対マサさんという勝負をやってたんですけど、まあフォークがえぐい。本当にフォークがすごい落ちて、僕も全然取れなかったんですよ。まあ、なかなかフォーク投げる人っていないじゃないですか。でそこで、まあ、軟式公式あるとは思うんですけれども、フォークについてちょっと聞いていこうかなと思いまして、でこのフォーク投げれる人が増えたらね、いいんじゃないかなっていうのもあるので、ちょっといろいろ話聞いて、視聴者の皆さんもあるかなと思って、試してみてもらえないかなということで、ちょっとお時間をもらってフォークの方を聞いていこうと思います。お願いします。お願いします。はい、じゃあまずフォーク、いつ頃から投げ始めました？本格的に投げてるのは本当は最近で1年ぐらい。1年であそこまで落ちるんだ。センスの方も、高校の頃からね、いろいろ投げたり練習はしてたんで、落ちる時は落ちてたんですよ。けど、受け玉があれなんですけど、結構安定してきたのが、まあ、それぐらい。なるほど。でね、受けてた時に思ったのが、フォークの方が抜けが少なかったなって、まっすぐより今回は。そうですか。で、なんか逆に抜けたまっすぐがフォークみたいに見えるから、落ちると思って手出さないの時とかもあったし、逆にこうやって泳いで手出してるような場面もあったり、それとの似たような軌道でやっぱり来るから、結構こっちとしても受けてる方としても、多分打者としてもすごい惑わされるな感じました。じゃあちょっと握りを見せてもらいたいな。握りはこうですね、はい、縫い目に。ああ、じゃあもう思いっきりやっぱり開いて半分を握る。そうですね、はい。なので縫い目に引っ掛けてしっかりと力で挟むっていう、まあ、力抜いてるわけじゃないですけど、そんなグッて力入れてるっていうイメージはないです。普通にというか、まあ、ちょっと入ってるかなぐらい。なるほど。そういう感じです。で親指もちゃんと補強でつけてって感じですか？親指はここまでは、ついてますけど、リリースの時は多分離れてるのかなと。あんまり親指は意識してないです。じゃあもう意識してるのはもう完璧にこの人差し指、中指の2本、はい、そうです、しっかりと挟んで。回転がないわけじゃないんですけど、比較的やっぱり少なくて、ただ抜けたというか、右バッターのインコースに来るときはちょっとシンカー気味に落ちていくし、右バッターのアウトローに行ったときは スライダー方向、方向というかに風にちょっと回転少なめで落ちていくっていうような。で、なんかいろんなフォークの握り方あるじゃないですか。例えばここの横の線に合わせてずっとこうやって握るフォークもあれば、ちょっと浅めにこういう風に握るフォークもあるし、まあ、もちろんさっき破壊王が言ったようにこういうフォークがあるっていうので、破壊王はこの山に完璧に引っ掛けて、すげえな、俺もここ切れそうだもん。ちなみに手の大きさってどんな感じですか？あ、やばい、これはね、握れるわ、しっかりと。で、浅くして握ったこととかもあったりしますね。そうですね、いろいろ結構試したんで、浅くして握ったりもしましたけど、深い方がやっぱり落ちるじゃないですか、その上で球速を出そうと思ったら、地面にかけた上で大きく挟んだら、球速も出た上に変化もっていうことに、まあ、自分はですけど気づいたんで、はい、この切りで作練習してますね。じゃあちょっと何球か投げてもらって、まあ、どういう落ち方するのかっていうのを、見ていこうかなと思います。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあちょっと投げていきます。早いね。ちなみにマックス何球ぐらい？そんなに当たったことないですけど、131。じゃあちょっと多く8で見て、はい、落ちるかな。知らなかったっす。普通のトッキングではない、けどスピードも出るし、揺れるわけじゃないという理由で逃げなくもない。なんか激烈する人が気をつけてるみたいな。激烈の時は抜けないようにっていうのをずっと意識してましたけど、最近は高めに行っても落ちるように上をめがけて、高めめがけて投げることが多いですね。逆に高め落とすように。そうですね。
めだったら変化早いのか見逃されることが多いんで、高めからストライク取るイメージで、理想はそうですね。今までの僕らのフォームの感覚とはちょっと違う。そうですね。こういう使い方か。まあまあ低めにやっぱり行ってしまうんですけど、低めに行ったら見逃されることが多いんで、結局ボールカウント出て意味なくなってしまうんで、でだったら高めから落とした方がちょっと不意を受けるのかなっていうので、それを最近はイメージしてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。意外とそう、破壊王の球を取ったことがなくて、今まで大体敵チームだったり対戦したことは1回2回あったんですけど、その受けるっていうのがそのイニング間のピッチング練習の間しかなかったんで、まあ、その時からエグいなと思ってたんですけど、今改めて受けてやっぱりさらにエグいでなおかつスプリットみたいに落ちる時もあれば、フォークみたいにストンと落ちる時もあるし、ちょっと安定してますね。いやね、それが本当に回転がやっぱ少ない分どういう変化をするかっていうのがその時のリリースによって変わってくるのが、それが多分フォークだと思うんですよ、逆に言うと。そうですね。高いところからやっぱ落ちてくるから、イメージとしたら千賀投手の抜けたフォークみたいな、おってのけざるようなバッターからしたら、さっき高め意識して投げてるっていう、はい、それがいい。そうですね。落ち方とイメージとしてはドロップカーブだけど、こういう風にストンと落ちてっていうようなボールなのかな。イメージがすごい言いづらいけど。なので、で今投げてみてて、さらにちょっとプラスで気づいた点とか、自分で意識してて、ここ意識してたなみたいなところがあれば、特にはないですよね、やっぱさっき言った通りで。そうですね、まあ、あと気づいた点というか、自分がリリースが結構高いので、うん、リリースが高いからこそ角度があるんで、フォークって落ちやすいのかなっていうところがありますね。本当フォークって一つ間違えれば、まあ、肘の怪我だったりこのやっぱ握力筋をすごい使う変化球なので、まあ、特に公式やってる方なんかは結構フォーク投げて怪我するとかもいるので、まあ、しっかりと体をまず作ってやってから、まあ、結構上級者向けな変化球になってくるのかなと思うので、まあ、そこの点ちょっと気をつけながら、ね、こんな硬いしてるからね。本当に昨日スノボ行ったと思えないね、体の動きしてるから。まあちょっと試してみたいなって、ちょうどこの時期いろんな新しく覚える時期ではあるので、もしよかったら破壊王とフォークみたいな話してみてもいいんじゃないかなとは思うので、ぜひぜひ皆さん最初は遊び程度で、ね、やってみてください。そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで本日はショーヘイズの、エースである破壊王に、フォークの投げ方というのをちょっと見せてもらっていただきました。はい、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。